今日は、ハードオフ2軒回って買ってきたものを紹介します。よいしょ。2軒ハードオフ行ったんですけど、ファミコンとプレステ3と64とゲームボーイ。まずファミコンからはアイスクライマー、これ550円。550円じゃちょっと買えないんじゃないかな。今1000円ぐらいしたりとかすると思うんで、これは良かったかなって。すごく綺麗なんでだと思います。次、ギャラクシアン、これは330円で買いましたね。これも300円じゃ買えないかなと思って買いました。これもすごく状態も良さそうです。次は、プレステ3のレッドレッドレセプション、レデプション、アンデッドナイトメア。これ330円。これも330円じゃ買えないのかなと思うんですよね。これも良かったと思います。次、ハードオフのジャンクコーナーで買ってきたものです。64の、これまだ持ってなかったけど、スターフォックスの。これは330円。名前が平手さん。前は書いてあるんですけど、まあ、すごく、ジャンクにしてはすごく綺麗だったんで良かったですね。次、バンジョーとカズーイの大冒険。これもどんなゲームかちょっとわかんないですけど、すごい飛行機だとか。これは330円。これもすごく、大きい名前書いてあるのぶさん、のぶきさんですね。でも全然綺麗なんで、名前はちょっと消えると思うんで全然問題ないですね。ディディコングレーシング。ディディコングレーシング。これは220円。これ3つぐらいあったら一番綺麗だったんで、全然いいですね。まあ持ってなかったんで一応買ってきました。ゲーム、最後ゲームボーイで、スーパーマリオランドの3ですね。マリオランド。まあ、これもジャンクだったんですけど、330円ですね。もうまあまあ、2も持ってたかな。どっかにあると思うんですけど、3は持ってなかったんで、はい、ワリオは主役なんですかね。これはもう、ちょっと楽しみで。いいです。よかったです。以上ですね。こんだけ今日買ってきたんで、まあ、掃除して